ですね、永遠の少年もういつまでもなんて言うんだろうあの子供の時のようにキラキラしてる感じ、うんえー、まあ言い方悪いかもしれないですけど無邪気だしあの素直だし、うん、いつまでも夢見てるしいい意味でですよこれ全部ね。なんかそういうなんういだろ あの僕ぐらいになると年取って忘れてしまったようなことを <laughs> 思い出させてくれるような人な気がしますね普段のところで行くとねあの移動のバスであのいつもスタッフが前にいてで選手の最前列に曽我畑さんと本山さんがいらっしゃってその後ろに僕がいたんですよね。だ席っ,ってるんだけど そこに着くといつも本山さんはもうバッグに大量の飴とガムを持ってきててでそれをみんなに配るんですよ。いるいる雨いるってもうバス乗ったら必ず飴いるって持って減ってくるんですけどその印象がいつも強いですねわざわざもうたくさん買い揃えてもういろんな種類がそこに詰まってるんですよ。でそれを「あのいる大樹いる」っつって張りだますっていつも何個かもらってバスの中移動していくんですけどまあその辺も含めて何かこう少年のようっていうか。 こんんな大人が世の中にいるだからいろいろあるのにほんといろんな種類が入ってるんだから動画集めてるのかわざわざこう自分で揃えてるのか何かこの,あのなんかのタイミングであのもらったものをあの集めてるのかでもいつも大量に絶対揃ってるからあの、うん、買い揃えてんだと思うんですけど真相を知りたいですねそういえば。聞いたことないわ。<laughs> 天才 的なこうボールタッチとか持ってるけど試合中とかも含めて気配りの人なんであの俺が俺がっていうタイプではないしそれが逆にこうチームのバランスを持たせるところもあれば元さんの,あのそういう天才的なところを少しチームのためにあの使わせてしまったなってところもあるしでもそういう人ですよね。うん、石井だけいや、何でも <laughs> 一つは浮かんだらややっっぱりあのサイドバックやった試合、うん、だからレッズ戦の2007年かなに、うん、新井場さんが退場した後に、えー、前半のその新井場さんが退場した後から後半までサイドバックをやってそれを見事に染め上げたで特に10人になったらあのボールを保持するのって難しくなりますけど彼がサイドバックに入ることで、まあ、預けとけばボールを奪われずに運んでくれるんで。あのー 助かりました趣味も原的にやっててくれて僕たちは後半の頭でさすがにサイドバックを入れてあの整えるんだろうと思ったんですけど後半もこれでいくって話をされてほうなかなかギャンブルだなと思いながらあの、まあ、そっからはモツさんの技量ですよ彼があのうまく務め上げてそれを僕たちはあの見てただけです。えーうん、はやっぱり、えー 印象的だったのそれがさっき言ったような気配りみたいなところも合わさってですけどあの子に3連覇してる頃は2006年のその優勝できない頃まではモッツさんはどっちかっていうとこう、うん、やっぱり自分の技術を今度こう披露するようなプレイヤーだったところから2007年ぐらいからすごい献身的なプレイヤーに変わってそういう,こう気配りができる、まあ、彼本来の性格的なところもあるんですけどこうチームのために。 走ったり戦ったり守備したりっていうところをこっちがセーブかけなきゃいけないぐらいあのやられるようになってそれを全員見ながらあ,のあれぐらいの天才がそれをやるんだったら自分たちもってやらなきゃいけない気持ちになったのが2007年ぐらいからでそこからやっぱチームは優勝し始めてそこは本さんが多分ご自身でいろいろ変えられたところもあるし。 えー、そこの変わったことによってチームの3連覇がもたらされたっていうのは多分当時いた選手たちみんな感じてるんじゃないですかね。あれ何年だったか忘れたんだけど2000マリノス戦だったと思うんだけどモッツァンがトップ下に入ってこう心臓だったと思うんだけどなにすごい狭いところスルーパス2本ぐらい通して勝った試合があるんですよ。 モッツさんが入ってきたことによってねあの、まあ、いろんなパスが出てくるし、まあ、いい動きをしたら、ね、あモッツさんからすごいいいパスが出てくるのですすすごいいやややり,やりやすかっったと思いますやっぱ選手の感覚からいくとあのモッツさんのプレーを後ろから見ててうわそこでそのパス出すとかそこにそこ見えてるのみたいなところの方がやっぱ驚きがあるからかそういうプレーの方がよく覚えてるかなモッツさんに対しては。 だね、ラストパスのなん出しどころがちょっと感覚的に違うんだよなあのなんだろう野沢とか光、まあ、尾さんとかは、ね、まあでも出しどころで驚きもあるんだけどでも何かこうある程度そこに狙ったところに正確に出してるって感覚なんだけどモッツさんの場合は。 でそこにそのタイミングで「そこっていう感じで出してそれが通っちゃうんでそういうこうなんか驚きがあるパスのイメージかな、うん、発想がちょっと違う感じ、うん、ああこれはわかる当然、うん、天皇杯で2002年の天皇杯ですねの12月。 11月かだったか1二月の時の鹿島スタジムで行われた鹿島アントラーズ対東京学芸大学の試合の時ですね。えー、っとねいや当然うま,うまいっていうかもう中盤その時あ,のあえて呼び支点にしますけど中田浩二小笠原本山でしたからね。 早々たるでしたよ、ね、もう大学生相手にフルメンバーで来るなよっていう話ですよね今思えば。でフォワードも柳さんいましたしそ,うだからその全体でもうフルメンバーで来られて、まあ、秋田さんもいらっしゃったし楢橋さんもいらっしゃったと思うんだけどで自分の力不足を思い知らされたっていう印象が一番強いですね。まあ、持つさものうまさもドリブのその時はドリブの印象が強かったと思うんですけどみちさんのスルーパスとか浮き玉のパスのイメージもあるし。 そうだね切り取ればいろいろあるな思い出されるけどなんかあんまりそのどのプレーをっていうのはあんまり覚えてないんですけどまあでも J1 のトップクラスがこういうレベルなんで僕は当時ちょうど大学3年の終わりでようやく大学選抜のキャプテンもし始めた頃だったからあのプロも近づいてきている感覚はあった頃だったんでそのこう自分の自信をへし折られた試合だったですね。 <laughs> そうだねもみあげをここまでつなげてたって覚えてないんだけど <laughs> もうゴリラですねこれね <laughs> あんまり見せたくないんですけどモトさん変わんないよねでもねもすごいよねずっとなあか,かわいいねモト <laughs> さんのこの ボーズはちょっとと伸びすぎじゃないかと思うけど曽我さんはいつも坊主だったけど光雄 <laughs> さんもまあ若干短めの時はもう坊主とも言えるぐらいだったしおそらく、うん、と僕の方が入ってたのは僕はこの年よりも全然前2005年に、えっと、シーズンの開幕前に人生で一回金髪にしてしみようと思って金髪にしたんですよね。でそれをしてきたらあの 今の選手は結構金髪と金髪というか明るい髪多いけど当時はほとんどいなかったので結構いろんな人があのうるさいって言ったらあれですけどあのつついてきたので面倒くさいなと思って一回もうやったら満足したんでもう黒くしようと思ってないけどそれもめ面倒くさいから坊主にしたいと思って坊主にしたんですで最初はなんか金のちょっと残ってるような感じで,で僕の場合は坊主にするとヘディングの当たりがいいんですよ。 そののたためにやってたのが結構強いあとは見た目が怖く見えるので、えー、僕は仕事からあの有効だなと思ってやってたんですけどモツ、うん、さんはんか多分髪がうっとうしくなってたまにやってたんじゃないかと思うんですけどね可愛いよね僕はまだちゃんと整えてるからこれちゃんと美容室行ってやってるから僕はモツさんは多分バリカンじゃないかな下手したらうん分かんないけど。 <laughs> ヘルメットみたいになってるもんね <laughs> <laughs> あ。あやっぱり2007かなモッサンだと2007のリーグタイトル、まあ、あとその天皇杯も準決勝でモッさんンが川崎戦でね素晴らしいシュート決めてくれて勝ち上がったりとかもあるんでただまあやっぱり僕らは、まあ、僕はモッツンの2個下で。 まあゴールデイジーがチームの中心でいてえその少し下に僕とか青木とか野澤とか田代とかが入ってきてでその2004年,200年入団で,で僕が入る前の年2003年から鹿島はタイトルを取れなくなって2002年からか取れてなくてで2 0 0 4六6僕が入ってからの3年間も最初取れなくて。 その間チームはゴールデンエイジを中心にチームを日本人中心に作り直すってことをやってる時期でそこになかなかタイトルを取れないっていうところからまあ僕たちも苦しんでましたし責任を感じてましたしそれをようやく殻を破れたのが2007年のリーグタイトルだったのでそのまあさっき言った2007年のレッズ戦なんかはその中でもそのなんかこう僕らが殻を破れないところを 1一個こう打ち破れたような感覚になった試合だったですしその後実際に佐々木先生がタイトルを取るところまで行ってまあその試合でモスさんゴール取りましたしねその試合に試合でこういろんなものが変わっていって僕らの自信とか周りの見る目も変わってまあ上昇上昇って歌手も言われますけど実際にはやっぱりタイトル取れない時期がまあ今もそうだし僕らが最初の頃もあったしその頃には勝負自欲なんかも全然なかったし。 そこからようやく殻を破った後に勝負強くなってまた「向上初心軍の」と言われるようになったそのまあ景気転換点になったという面で2007年のタイトルがまあ僕らにとっては一番印象的ですね。もターんその前も取ってるからね,ね分かんないけど僕はやっぱりそこですよね。元フェスに参加させていただけることを非常に光栄に思っていますし楽しみにしています。 いや楽ししみにはしてなないかな <laughs> 実際にはちょっとあのプレーに不安がありますがあの、はい、ただあの僕は試合中いつも大好きだったプレーがあってモツさんが左サイドで大体プレーすることが多くて僕は右のセンターバックだったんですけどモツさんが左でこう起点を作った後に出す場所がなくてこう後ろにサイドバックセンターバックって戻してで僕に到達した後にモッツさんをふらっとこう相手は大体その時スライドこうしてくるんでその時モツさんフラっと外にあの 貼っとくんですよね。気配を消して。で、僕はそれをずっと左目で見てて、でボールを置いて、僕はそのまま左から来たものを右に流すと見せかけてモッツさんにサイルチェンジをするっていうのが大好きだったので、それができるようにちょっとボール蹴るのを練習しておきます。<laughs> あの一本通せればいいなと思ってます。えー、楽しみにしてます、えー。はい、よろしくお願いします。